コロッケ。あの日本コロッケのあのホテルのカニコロッケはとっても評判がよろしいですから、早速オーダーしてまいりますから。肉屋のコロッケでいいんだよバカ。たったお嬢さんにそんな肉屋のコロッケなんか食わせるわけにいかないじゃないよ。だってメンチみたいな顔してんだよ。私メンチ嫌いなの。昨日はステーキで今日はバカやろ。ちゃんと領収書持ってきます。辰巳だ。いつまであの令状預かってんだよ。もう息が詰まっちゃうよ。今日はよもう朝からお前格好悪くなんて歌わされてよ。三重奏で三重奏。さんの歌聞いてたら悲しくなっちゃったの。はい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 、はい、辰巳さん。はい、参りまして。ああ、おさむか。その娘の父親が失踪したまま行方がつかめず困って、心当たりを娘から聞き出して犬山の所在を突き止めるんだ。やだよ、女の娘預かってるだけだってこっちは証なのによ。もしね、その仕事を俺たちに頼むんだったら別の仕事として別にギャラもらうよ。おさむ。もし辰巳がその気だったらな、こっちもその気だ。アキラ、あの女に出てってもらえ。出て行くってどこへ？お前の父ちゃんが行方不明になったんだってよ。もう連絡取れねえんだって。だからお前ここにいてもしょうがねえんだよ。お前に似合う動物園ならどこでも行け。なんだよ。じゃあ兄貴さん、三人で犬山さん探そう。バカ野郎、農家で働けるか。この野郎、こいつは飯バク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 食うしよ、風呂は泡だらけにされるし、金いくらっても足んねえや。その上も朝はな、三重奏だ。今日はなんだ、デストロイヤーの面かぶってよ。バカらしくて話になんねえや。で、でいけなんてひどいじゃない。仕事。ああそうかい。俺は兄貴を見損なったらいいよ。じゃあ俺はね、お嬢さんと二人で探してくるからよ。偉そうな顔すんな、このガキ。おう、その代わり今度のキャラ下ろしといてもらうよ。おお、いいよ。デストライヤーの面返してくれ。返すよ。早く返せ。二度と帰ってきた、バカ野郎。もう冷めちゃってるだろ。兄貴。いただきます。うまいね。それより風呂入ってこいよ、寒いだろ。まとめて持ってけ、まとめて。たく貧しいな。いいところへ来てくれ。ちょっと失礼。いいよ、これ。30万。30万？50万だろ。出力経費の使いすぎだ。その分は引いてやる。何だそれ。お前たちのな、マネジメントよ。ダメな、てめえは。綺麗なのか。いいから許せよ。よし、言ってやるぞ。この会社のな、金使ってること社長に言っちゃうといいか。社長、あのね、おさむちゃんも召し上がる。はい、あの辰巳の野郎なんですけどね。分かってるわね。辰巳さんは命の恩人なのよ。ありがとうわ。ありがとう。だけど3万円もういいかな。もしもし、お嬢さん、私このデパートの門でございますが、誠に恐れ入りますが、事務所までご一緒願います。
兄貴は。お嬢さん連れてかれちゃうよ。どうして助けてやないのよ兄貴。だよ。一人でやってくるようになるよ。ダメだよ、俺たちがそばにいてやんないとね。お嬢さん一人で生活なんかしてきゃしないんだよ。飽きなよ。俺たちがな、人を助けるような力持ってるかな。かわいそうだけどな、そのうちお嬢さん俺たちのことを分かってくれるよ。